ケガニは、エビメカニシタメクリガニカに分類されるカニの一種。北西太平洋の沿岸域に広く分布する。大型のカニで、食用に漁獲される。別名はオオクリガニ。最大で、校長 120mm に達し、オスの方が大型になる。全体的にずんぐりした印象で、体は、全身が、単石褐色で、体を覆うからは、あまり硬くはないが、 短い合毛が密生し、和名はこれに由来する。甲羅はわずかに縦長の円形で、ノコギリの葉のような棘が、両目の間に4つ、甲羅の側面に7つある。ふわしは太く、甲羅と同様に、短い毛と棘が密生する。ハサミ足は、ふわしよりさらに短く、太さも棘も、ふわしと同じくらいである。日本海沿岸、茨城県以北の太平洋岸から、 アラスカ沿岸まで太平洋北西部とその沿海に広く分布し、水深30から200メートルほどの砂底底に生息する。オスの脱皮周期は1年、メスの脱皮周期は2年、または3年である。食生は肉食生で、多毛類、貝類、他の甲殻類、小魚などのベントスを捕食する。一方、天敵はオオカミウ魚や水タコなどである。 第9例期以降に、政治的な成熟を迎え、メスは交尾後に3万粒から6万粒を産卵し、産んだ卵は他のカニと同様に、ハラシに抱えて保護する。交尾後は、交尾腺が形成される。受精から筆するまで1年程度かかり、13ヶ月から16ヶ月おきに産卵する。北海道では3月から4月に札された妖精は、他のカニと同様に、 ゾエアキに放出されメガロパーキを経て3ヶ月程度で、第1例期に達し着定する。なお、多くの都市期での繁殖期は春であるが、脱皮周期の関係で冬に繁殖を始める者も、も少数存在する。交尾や筆時期は生息域の海水温により変動するが、データは少なく解明は、進んでいない。メスは産卵後しか脱皮できないため、オスより成長が遅れる。 繁殖力も低く乱獲されるとなかなか漁獲量が回復しない。茹でられ市場に並ぶ怪我に日本では1913年頃には食用とされず肥料として利用していたが1934年頃から食用の缶詰として利用されるようになった。漁期及び漁法は資源保護の観点から制限されているが自治体や漁協の自主規制により漁獲可能な時期と 漁法、漁獲量は異なる。北海道では、カニカゴ用で漁獲され、校長8センチメートル以上のオスのみの漁獲が許可される。甲羅の柔らかいものは捕獲せず放流する。近年では、放乱しているメスを捕獲し、出した妖精を地ガニまで育成した放流も行われている。鼻先ガニなどと同様に、漁獲対象となるのは校長8センチメートルを超えるオスだけであるため、 有志比に著しい偏りが生じている。結果、安定した繁殖に影響を与えていると考えられる。漁期は、北海道全体を見渡した場合、ほぼお通年。ただし漁獲場所は異なり、春はオホーツク海、夏は噴火湾、秋は釧路及び根室沿岸、冬は十勝沿岸となる。分布域では、ズワイガニやタラバガニなどと並ぶ重要な漁業資源で、 主にカゴ漁で漁獲される。塩茹でや焼き物、缶詰などに加工され、身をほぐしていろいろな料理に使われる。ズワイガニやタラバガニに比べると、体が小さく過食部も少ない分、食味に大変優れ味に甘みがあり、カニ味噌の量が多い。北海道を代表する食材となっている。栗ガニ学核の形状には変異がある。ありがとうございます。